ゴルフネット TV をご覧の皆さん、プロゴルファーの飯島あかねです。今回は私がツアーで培ってきた技術などをいろいろとレッスンしていきたいと思います。今回はラフなアプローチをレッスンしたいと思います。ラフなアプローチで一番気にしないといけないのが、直接ボールを叩かないのでクラブのこのバンスうまく使ってあげた方が簡単です。でもアマチュアの方だとバンス使うっていうと、ただ手でこう落としちゃったりとか、滑らせないからこう上っ面だけをこう芝叩いてたりする人が多いんですけど、基本これも体でちゃんと振り抜いてあげる。減速はしない。すると芝に負けてしまってちょろっていったりとか、嫌がったらトップしてしまうので、最後までちゃんとバンスを使って振り抜く。緩めちゃダメです。こういう動作はしちゃダメ。基本ね、振り抜いてあげる。コックは距離によってだったり、球の高さ出すときに近かったらコックを早めにやってスピンを効かしてあげたりとか、転がしたいときだったらそこまでコックをしなかったり、いろいろなんですけど、それは状況に応じてやってみてください。アマチュアの方で多いのが、構えて右に乗りすぎちゃう。そうすると体重が乗りづらくて、体が動きすぎるとそんなに飛ばす距離ではないので、基本 7-3 ぐらいで左にちょっと体重はあった方がいいです。ベーシックの場合はそんな球も上げない場合ですけど。あとは長さ、結構短く持つ人って少ないと思うんですけど、長く持ってしまうと当たる時に傾向もあると思うので、ちょっと短く持って振りやすく自分の手が。でこれで大事なのが手でやらない。ちゃんと肩で減速せずに左のまま行ってあげたらすごくいいと思います。では打ってみます。ちょっと球を上げたいときはちょっとフェースをいつもより開いて、足もオープンをちょっと強めます。でボールはちょっと左目上げたいので、で振り幅も大きくなるのでコックちょっとして幅を出してきます。そうすることによって球が上がって止まる球が打てます。では打ってみます。ぜひやってみてください。今回はロブショットのレッスンをしたいと思います。まず状況的に左のボールは結構浮いてるのでロブショットがしやすいんですけど、右のボールは沈んでしまってるので、これは結構上級者じゃないとロブショットには向いてないライです。まあ1センチぐらい浮いてると思うんですけど、これぐらいだったら入れるスペースがあるので、ロブショットっていうのは球を高く上げたいのでフェースは結構開きます。これも状況によりますけど、高さを出したいときは、まあ、ベーシックがこれだとしたらこうどんどんこう開いてきます。上げたければ上げたいほど開いて上げます。で構えですけど、フェースは結構開くので、これも結構足はオープンになってきます。あと球を距離を出さないで上げないといけないので、ちょっと足を広げて上げて距離を出さないようにしてあげます。ワイドに構えます。で距離が出ない分大きくちゃんと振って、これはフィニッシュまでちゃんと振り抜いてあげる。これをちっちゃくこうやってしまうと、手でやってしまうと球は全然上がらないので、大きく振り抜く。これで注意するのが、これも球は上げたいんですけど体重は左足、これも 7-3 ぐらいでいいです。イメージは
これを右に乗っけてしまってこうやってやってしまうとトップが出やすい状態になってしまうので、フェースを開いてオープンに構えて足ワイドにします。で大きくフルスイング、これも手でやらないことです。それでは打ってみます。ぜひやってみてください。今回は左足下がりのアプローチをレッスンしたいと思います。左足下がりのアプローチで重要なのは、まあ、傾斜通りに振るというのはあるんですけど、踏ん張りが効かない状態なのでちょっと足を広げてもいいと思います。それで足をなるべくこう左右にぶれないように傾斜に沿ってちょっと意識します。この時に体重は左です。 7-3 ぐらいで、右にはないです。で今言ってるのはちょっとランを出したい時、上げたくない時はちょっとボールを右に置いて、足はオープンなので足に対してこれも振ってあげる。その時にすぐ近くに落としたいのでコックはいらないです。肩でちっちゃく打ってあげます。もしこの状況で上げたいのであればフェースを開いてオープンにします。その時はちょっとコックをして足の方向に振り抜いてあげる。この時も手で緩まないようにちゃんと加速して打ってあげる。これは難易度が難しいので、やるんだったら右に置いて傾斜なりに振り抜いてあげた方がいいと思います。では打ってみます。次にフェースを開いてちょっと止めたい場合、ダウンヒルなんですけど止めたい場合のバージョンを打ってみたいと思います。ぜひやってみてください。